どうも、エルカミのエルカです。どうも、エルカミのです。ということで、はい、今日はね、年間実は2020、毎年やっている、はい、単独ライブが終わったんですけれども、まあ、ちょっとね、最初に会場から今ね、そうです、会場から割り出てますけれども、ちょっとね、ツイキャスプレミア配信をね、買っていただいた方が生放送がちょっと冒頭切れるということがありましたので、はい、申し訳ございませんでした。すみませんでした、ごめんでした。ね、逆に怒られるかもしれないですけど、こういうちょっと面白い動画もいいよしておこうかな。漫画でねえか、ね、漫画でしょ、ちょっと思ってますけども、で、対応考えてますので、はい、後ほど完全版のアーカイブを見れるようにしますし、はい、あとはその生で見たというか買ったんでという人はもちろん返金対応いたしますので、ちょっとツイッター等々を見ていただければと、思っております。すいませんでした。ということでね、ライブの方はね、もうかなり、はい、多分こんな盛り上がったらお金あんのかな、いやぐらい盛り上がったのかなみたいな。あら、ね、おいねえ、やっぱね、今日のニュースを言いたかったんでね、本当は。いや、本当はね、取れたてのニュースをね、そうそうそう、だからね、我々ですから、歌手の小金沢君2回いましたよ、ね、2回目が全然絡みましたけど、いや、まあ、もっと新しい横線、次の横線っていうか、俺たちこんなに天童下手だっけっていうぐらい天童一個もはまなかったね。はまなかった、それも良かったんだけどさ、あとはもうリスターボードのダース・ベイダー役がね、そう亡くなったみたいな、91で亡くなられた、91で亡くなったということで、これをですよ、前編後編で今日分けたやつもそうですけどね、確かに俺ら見たら呼吸荒かったからね、いいよね、ダース・ベイダー役あれ一応ね、大やけどとかした状態ですから、ダース・ベイダーさんもウォーズマンみたいですよね、うん、まあ、ウォーズマンがまあモデルなんです。ウォーズマンがダース・ベイダーをモデルしてるんでしょうけど、してるんでしょう、まあね、で僕らライブで今日ダース・ベイダーさんという、はい、もういつも一緒に配信やってる、もう日本のヒップホップ界の第一人者、はい、ラッパーの方が、まあちょっとね、これライブ来た人限定ですけど、ラップ作ってくれて、うん、で、それをね、ちょっとデバイスに使うという、ありましたね、かっこいいことしましたから、そうはっきり言ってるかっこいいことします。ミックスとかかけてくれますからミックスってなんだか知らないよね。なあ、そうだね、お好み焼きの時とかしか使わないから、あだちみつるの漫画ぐらいですよ、ね、いや知らないけど、それぐらいしかないです。それ知らないけど、まあ、ミックスをかけてくれて、まあ、そういうかっこいいのも出たり、あとはね、はい、物販も今回やったんですけど、はい、これすごいのはね、すずりっていうサイトがあって、はい、これ何がすごいって、在庫抱えないでいいのよ。ああ、こちらでね、こういうデザインのものをここに作りました、で頼みたいってなったら押すと、すずりさん側がその分だけ作って送るという、はい、誰も損しないシステムだしあとこのコロナ禍より物販ができないでしょ、うん、今その直接そう手渡しできないしね、ある劇場でね、手が触れる物販禁止って書いてあるけど、うん、どういう物販はいいのみたいな、そう、ネットならいいのみたいな、あ、だから結構時代に沿ってるよね、鈴木さんのやり方っていうのはあるでしょ。ああ、うん、まあまあマッチしちゃったね、マッチしてるんで、いやマッチでいいけどね、まあそういうことですから1月から12月振り返るとさ、振り返るっていう漫才をやったんだけど、はい、もちろん新ネタなんかもいろいろ入れたんだけど、どうですか、結構気になったのあります今年。ああ、うん、今年ね、うん、途中の話したら、ああいうの入れたかったなと思って、どういうの、トイレットペーパー不足とかさ、あ、はいはいはい、コロナでね、トイレットペーパーでいろいろいけたんだな、うん、確かにトイレットペーパーが不足したっていうのはね、そう、だから今日はあなたがね、ちょっと今のネタの内容、ネタバレになっいや、ちょっと何も言えねえじゃん、うんこなんかちょっとやめてよ、やったからね、ネタとかやったじゃないですか、あげとかに結構ね、絡めて話すかな、はいはいはい、だから今度来ればなくて、上田トイレットペーパーって言われてね、いいかなと、まあこの概要欄にツイキャスプレミア配信の、うん、その完全版、可能であれば、そこの、はい、まだ見れてないやつをちゃんと貼り返すと思います。まだ貼られてなかったら、それはその時点でまだ完成しないということですので、概要欄のここに貼られる可能性がある、はい、あともう一個裏話し、はい、来る途中電車で猫ひろしさんと一緒になりましたで、はい、猫ひろしさんが、はい、なんと僕らと会ったということで、はい、わざわざ後からもう一回来てくれて、差し入れを、ね、本番まで直前ぐらいですよ、その時に言ってくださったのは、うん、もう会っちゃったからって、もう仕方ない顔しかねえなみたいな言ってくださるという、まあ、で見たことありがたいよね、優しい。あと吉江恒夫さんっていうね、プロレスラー吉江裕太のお兄さんかな、お兄さん、芸人さんやられる吉江恒夫さんと2人で来て、まあ2人が今、木原ラジオっていうラジオをチェリー吉江さん3人でやってるっていう、非常に面白い情報もあるんですよ、はい、大事な仕事の前にはすいませんでした。そうで、なんか猫さんと電車だったから、あれっつって、これ今 LINE 中ですかって言ったらね、永住権取ったからって言ってましたね日本の永住権、日本人になったんだけど、カンボジア人になり、日本の永住権を取ったんですよ何周してんすか、ばっかり分かんないっていうね、はい、ことでございましたな、もう、なので、
で、また猫さんが差し入れてくれたあれ、ミナーインゼリーみたいなね、見たことないところのミナーインなんで、はい、カンボジア製なのかなってちょっと思ったりなんか、いたしました。あとね、小村さんという事務所からお水も一ケース差し入れを、いただきました。合わせてありがとうございました。ありがとうございました。というようなね、ことになっております。エンディングで言ったんだけど、できたら半年1回このライブできたらいいかな、上半期と。はいはいはい。下半期。それまでですか、90分やるんですか、上半期で。どうすかね。それね、やろうと思ったら7時間ぐらいできるよね。いや、適当、こんな適当なこと喋ってるんだから。いいよ。ね。どんぐらいだろうね、1時間、2時間ぐらいか。90分。今日は何分だ、100分ぐらいは多分やってるよ。今日2時間やってるね。5時、7時で、休憩があったのか。休憩抜いても100分じゃ、100分ぐらい。夜にね、あの、虹の黄昏と笑いコンビのバンドぐらいがあって、それに掛け持ちしてるっぽい人がいたんで、極力伸ばして間に合わないようにしてやる。一人飛び出していきました一人飛び出していきましょう。まだ8月か9月振り返ってる時に飛び出していきましょう、ね、もう今ワンブルもう無理もう無理間に合わない虹のライブそうなんですね。なのか関係なく振り飛んで多いなって書いてあるんだねM1 ファンとかは嫌いだと思う、こういう感じでまあねそうそう、ね、でもこれギュッとしてないね M1 で頑張って一気にこれやるやろ本当にね、なんとかね、ちょっと頑張っていきたいなと、はい、思っておりますんで、明日からまた通常の、旅客機の10本足をやっていこうと思いますので、していきたいと思っております。もちろんね、昨日は初期のやつあげてるし、今日はこのライブのやつなんで、いろいろあると思います。ということで、旅客機の今日の10本足でした。ガーイズ。